皆さん Japanese with のりこののりこです。今日は本についてですね。その前にお知らせです、えー、第2回読書チャレンジをやります。去年秋、えー、2022年の9月にやったんですが、今年は2023年の10月と11月にチャレンジをしたいと思います。コミュニティの中、ジャパニーズとギャザーの中でやりますね。これは。 皆さん参加しやすいです、まあ。メンバーになっていただいて、サインアップをしてもらって、自分で読書チャレンジのゴールを設定します。はい。だから、自分で決めたコンテンツ、本、ブログ、自分でこれを読むと決めて、そして1週間にどのぐらいとか、毎日何分とか、何パーセント、何ページ読む、自分で決めるんです。なので、10月スタートなんですが、まあ、10月、11月のこのチャレンジ中で、読み終わらなくてもいい。 ね、本を一冊読み終えるぞっていう目標じゃ、目標じゃなくてもいいんです。ただ、例えば一日一ページ読む。それをやる。とか、一週間に2%読む。それでもいいんです。だから読み終わるというのがゴールじゃない。自分で設定したゴールで、目標で読み続けるっていうチャレンジが9月と10月。 ごめんなさい。10月と11月やります。はい。なので、興味があればね、あの、ぜひ、サインアップしてみてください。で、今日は、本。日本人の心がわかる日本語。これ今日ね、この本についてもう最後にしたいと思うんだけど、え、第5章ですね。今私、本を開いてるんですが、第5章は、タイトルが、表現を抑える。キーワードは、控えめ、遠慮、角を立てない、 つつましい出すぎる出しゃばる空気を読む遠慮するとか、まあ、そういうトピックなんですねはいそれではちょっとその内容について紹介していきたいと思います聞いてくださいはいそれでは第5章の「表現を抑える」の中のキーワード「控えめ」控えめ この控えめっていう言葉は人に対して使うこともできますで。控えめな人ってどのような人なのかっていう説明が本の中にあるのでその部分を読んでみますね。日本人の間では自分の意見をどんどん言ったり自分の感情や欲望を隠さずにそのまま出したりすることはあまり好まれません。特に大人の場合、 相手の立場や周りの状況を考えて自分の感情はできるだけ抑えるべきだと考えられています。また、成功したり高い地位についたりしてもそのことを自慢したり得意になったりしないで謙虚な態度でいることが好まれます。このように自分の感情を抑えた物静かな感じの人を控えめな人と言います。うん、そうなんです。だから、 こう頼まれてもないのに聞かれてもないのになんか自分の口から何か積極的に話したりするような人は出すぎるとか出しゃばりな人みたいな感じでまたは空気が読めない人ということで嫌われてしまうのが日本の社会なんですね、うん、これは私が住んでいるイギリスとまあ随分違います。 あの、私はイギリスで、イギリスの会社で働いた経験がありますね。私、このことに本当に苦労しました。私はやっぱり日本人だから、ついつい自分から積極的に自分の意見を言えないんですね。まずは聞いてしまう。聞いた上で自分の考えを判断して、あ、ここで話そうかなっていうのを待って待って待ってから、あ、私はこう思います、みたいな感じだったんですよね。 でもね、ある日、まあ、その時の上司からね、フィードバックで厳しい意見をいただきました。はっきり言わなきゃいけない。ね、のりこは静かすぎる。何を思っているのかわからない。みたいなことを言われて、傷つきました。まあ、考え方の違いですよね。で、まあ、本当に、私は、ま、そのイギリスの会社で働くっていうのね、あの、少しずつ慣れていって、そして少しずつ自信が出てきて、まあ、積極的に、ね、自分の意見を、ああ、 でここだっていう時に言えるようになったんだけれどもそれでもついつい頭の中ではねあ今言うとちょっと感じが悪いかなみたいなね今ここで言うのはちょっと出しゃばるっていうことになるのかなっていうふうな、まあ、考え方をしちゃうのがまあ私というか日本人だと思います。うん、ただ それでも私はやっぱりイギリス生活が16年で結構ズバズバとストレートに自分の意見を言えるようになってきたと思うんですね。だから今度は私気をつけなければいけないんです。イギリスで生活する上ではそれは本当に困らないけれども日本に帰った時、日本人同士でやりとりするときについついやっちゃうんですね。今私は逆にバーッと自分の意見を言っちゃう。頼まれてもいないのに。 これはもしかしたら私は空気が読めない日本人の中年のおばさんになっている可能性があります。うん、控えめ、出過ぎる、るしゃばる、ね、そしてもう一つとっても面白い言葉はこの本の中にあってそれは異心伝,心異心伝心言葉で言わなくても態度などから自分の気持ちが自然に相手に伝わるという意味なんですね。 あともう一つ、このことわざも紹介されています。目は口ほどに物を言う。目は口ほどに物を言う。目を見れば、口で話すのと,すのと同じぐらい相手の気持ちがわかる。ね、つまり、私たち日本人の、まあ、価値観の中には、自分の気持ちを言葉ではっきり言わなくても、態度や様子で相手がわかるものだと思っていることが多いんですね。でもさ、 これはどう思いますか皆さん。実際難しいよね。はっきり言わなきゃ相手に伝わらないってことたくさん、実はこの世の中であると思うんです。はい。オンラインの辞書の中の、意心伝心が使われた例文を読んでみますね。面白いですよ。結婚生活も長くなったので、意心伝心。お互いを思いやって言葉を選べるようになった。 じゃあこれは結婚生活長くね、続いていて、夫婦としてね、はっきり言わなくても相手の気持ちがなんとなくわかるようになった。まあそういうこともあるかもしれないけど、私たち夫婦は結婚16年で、あの、やっぱりね、ペルー人と日本人のカップル、国際結婚ですから、ね、言わなきゃ伝わらないっていうことを本当にあの、身に染みて経験しました。 言わないから誤解が生じて喧嘩になったっていうこともたくさんあったので私たち夫婦にはこれあの当てはまりません、はい、じゃあもう一つの例文ねチーム全員あーこれも面白いですね多分日本の例えば部活動で野球にしましょうかねあの大会で優勝を目指しているんです1位になりたい だから、みんなはその気持ちを持っている。意心伝心で理解している。だから口に出さなくてもいいけど、一生懸命優勝のために練習している。ね、チームメイトのこの優勝をしたいっていう気持ちが、意心伝心でわかるうん。深いですね。深い。私はとっても綺麗な言葉だと思います。意心伝心。言葉にしないでもわかり合える。 でも、本当は人として心と心のぶつかり合いで、本当のことを口に出して言葉にして言った方がいいんじゃないかなって私、今でこそ思うんだけど、皆さんはどう思いますかはい。ね。はい。なので、そういう説明がたくさん出ています。うん。あとは、さりげない。さりげないっていう言葉も同じ章に紹介されていますね。 えー、あまり目立つようにしない態度や様子のことをさりげないと言います。さりげない。例えば例文に、彼女のさりげないおしゃれには好感が持てる。課長はさりげなく部下に注意を与えた。だから、さりげないってはっきりしていない様子なんですね。そのように見えない。行動や様子が目立たない。 だから、さりげないオシャレっていうのは、私オシャレしてるのよ見てみてっていう感じじゃなくって、控えめなオシャレだけど、オシャレに見えるっていうことなんですね。うん。本当に難しいですね。はい。あの、私は日本人です。死ぬまで日本人。<laughs> でも、まあ、長い海外生活を通して、少しずつちょっと遠慮がない 日本人になってきはいこれは日本に帰国するためにするたびに気をつけなければいけない、うん、空気を読む周りでね今これを言うべきか言わないべきかこう相手の気持ちを思いやる、うん、私は少しずつできなくなっていっているような気がして怖いです。 <laughs> はいそれではね今日この日本人の心が分かる日本語もう今日でこれ最後にしたいと思うんですねでもまあこの私がコミュニティでやる2023年の読書チャレンジ10月11月の本を読むコンテンツを日本語で読むっていうチャレンジでこの本を選んでみてもいいと思うんですよはい難しいコンセプトだけれどもすっごくいい例文がたくさん書かれてあってああそうかこういうことか っていう発見がある本だと思います。はい。それではこの読書チャレンジね、皆さんの参加をお待ちしています。ジャパニーズトギャザーの中でやりますけれども、皆さんで、ね、ジャパニーズトギャザーじゃない方も、10月、11月何か一緒に日本語のコンテンツを読んでみましょう。はい。皆さんのチャレンジ精神お待ちしております。チャレンジやりましょう。はい。今日はここまでです。